いや懐かしいですねって言いたいですけど、ね、そんなそんなに、まあ、日本より暖かいんで嬉しいなっていう、はい、そこへの注意が、うん、そうですね、まあ、今回本当に、強い国も、揃ってますし、まあ、そういう中で自分たちが、まあ、結果と内容とってすごく難しい、ところではあるんですけど、まあ、それでも、突き詰めないとやっぱりワールドカップのためにはならないと思うんで、まあ、そういう強い相手だったり、まあ、やったことない相手に対してどうやって自分たちがやるかっていうのはすごくいいシミュレーションになるんじゃないかなと思います。まあ、個人というよりはもう本当にチームのやることを明確にしていくところもありますし、まあ、その中で自分の役割っていうのを多分みんなそれぞれやることでチームのステップアップにつながるんじゃないかなと思います。アイナック戻ってから右サイドずっとやってますし、そういう中でシーズン始まって、まあフィジカルトレーニングもやってきて上げてきたんで、そういう意味では上がってきている状態で臨めるっていう大会だと思うので、まあ、そういうのをこう、まあ、90分のゲームを通して出せるものをここで、こうそれこそ研ぎ澄ますというか、はい、出せるようにしたいなと思ってます。